チラオ。今私はクウェートという国に来ています。ここはですねイスラムの国なので、女の人はこう守られる存在というか隠される存在なので、道には女の人は歩いておりません。男の人ばっかりなので、ちょっと緊張しますけど、私はこうやって旅をしています。私は今クウェートのクウェートタワーに登っていました。上は展望台になっていて、こんな風にクウェートの景色が一望できます。ペルシャ湾も見えますよ。そしてですね、上の階は360度回転するカフェなんですが、今はラマダン中ということで、お水一滴すら飲んではいけないそうです。というわけで我慢。そしてこのペルシャ湾沿いにはですね、なんとじゃーん、オーシャンパークがあるんです。結構ね、他にやることがないんで、ここで遊んでみたかったんですけど、これもラマダン中でお休みということ。寂しいです。というわけで、クウェートからお送りしました。バイバイ。